後ろ姿でリンが横とかに後ろか横にI'm gonna go to the hospital.
そうね。日本の文化を学ぶことができました。日本だけじゃなくていろんな文化を学ぶことができます。例えばベトナムとかタイとかいろんな国の文化を学ぶことができます。ファーストスタディと他の日本語学校の違いは、私が日本に来て何もまだ知らないし、アルバイトもまだ見つからない時に先生たちがたくさんサポートしてくれて、それが一番いいと思っています。先生たちはみんなが若くて元気ですから、授業が面白いと思います。愛者さんは大阪が好きですか？はい、好きです。大阪のどこが好きですか？あ、大阪はいろんなところがいっぱいあって、それがいいと思います。いろんなところはどんなところ？ああ、例えば大阪城ですね。春になった時は桜がいっぱい咲いています。そして景色がいいになります。日本の留学は、日本に留学してよかったですか？はい、よかったです。どうしてそう思いますか？ああ、それはね、日本にいろんな国がみんなにあって、そう、いろんな文化を学ぶことができます。そう、そうです。友達がベトナムとかみんなが面白くって、それがいい。そうそう、楽しいです。インドネシアの他の人たちにも日本で留学することをおすすめしますか？はい、おすすめです。日本はいいと思います。そうそう。どうして？私の経験はですね、日本に来て日本はね、
道がわからない、 そしてに道が迷ってあの日本人に聞きます、あのこの住所はどこに行きますかで、そしてあのその人はあこれね、あ右かあどこかに行ってそれでできます、それはいいと思います、そうそう、そしてあの日本人だけじゃなくて例えば警察に来て、あ警察だけじゃないかな、あの黒板に行ってそれで警察さんはあの連れてもらいます、連れてもらいます、 OK ありがとうございます。